ロドス島、ロドス島の位置ロドス島は、エーゲ海南部のアナトリア半島沿岸部に位置するギリシャ領の島。ドデカネス諸島に属し、ギリシャ共和国で4番目に大きな面積を持つ。ロードス島との表記も用いられる。島で最大の都市であるロドスの町は、古代以来港湾都市として栄え、世界の七不思議の一つであるロドス島の巨像が存在したことでも知られる。 また、その中世紀の街並みは、ロドスの中世都市の名で、世界遺産に登録されている。日本ではしばしば、ロードスと表記されるが、これはドイツ語表記ロードスに近い。ギリシア語表記は、デルタで、発音は、ロードスとロドスの中間である。この他、この島に、関係の深い言語ではそれぞれ以下のように呼ばれた。英語ではローズあるいは、ロードと呼ぶ。 アメリカ合衆国のロードアイランド州の名は直接には同州のロード島に由来するが、この島の名はロドス島にちなむとされる説もある。ロドス島ロドス島はトデカニサ諸島の東部、アナトリア半島沿岸部に位置する。エーゲ海の南限を形成する島の一つで、ギリシャ共和国の主要な島の中では最も東に位置する。ロドスの町は州都エルムポリから南東へ、 約3 1 3トル、クレタ島のイラクリオから北東へ約3 0 5キロメートルトルコのアンタルヤから南南西へ約2 2 7キロメートルの距離にある。ロドス島はアテネとキプロス島のほぼ中間にあたっており、ロドスの町は首都アテネから南東へ約4 3 3十三キプロス島のニコシアから西北西へ約4 8 5キロメートルの距離である。 北東、南西に長い菱形の島で、長さは約8 0トル、幅は最大約3 4トルある。面積は約1400平方キロメートルで、約2 2 0トルの海岸線を持つ。ロドス島の北には約1 8トルを隔てて、アナトリア半島がある。最も近いトルコの都市は、ロドスの町から北へ約4 7トルにある。 マルマリスで、マルマリスとロドスとの間は、航路で結ばれている。島の西には、約1 0トルを隔てて春木島とアリミア島。北西には、約2 0トルを隔てて清島。南西には、約4 5トルを隔ててカルパとスジマがある。島の最高峰は、島の西海岸中央部にそびえるアタビロス山。島は、山がちな地形であるが、 北部と南部に平野が広がっている。島最大の空港であるロドス国際空港は西岸北部の平野に位置する。人口3000人以上の都市、集落は以下の通り。島最大の都市、ロドスの町は島の東北端に位置しており、その南西にイアリソス、クレマスティがある。2004年時点で 島の人口約13万人のうちうち6万人、あまりがロドスの町の周辺で生活している。人口のほとんどは、島の北半分に暮らしており、島の島の東側には、北からカリテア、アファンドー、アルハンゲロス、リンドスなどの町が連なる。東海岸に突き出した半島に位置するリンドスは、古代遺跡と海水浴場で知られている。 この島には新石器時代から人が住んでいたが、その頃の痕跡はわずかしか残っていない。紀元前16世紀にはミノア文明の人々が、そして紀元前15世紀にアカイア人が到来し、さらに紀元前11世紀にはドーリア人がこの島へとやってきた。ドーリア人たちは後に、コンドノコス、クニドス、ハリカルナッソスに加えて、リンドス、イアリソス、 カメーロスという三つの重要な都市を建設した。アケメネス朝がコアジアにまでその勢力を拡大するとロドスもその影響を否が王にも受けざるを得ない位置にあったがペルシャ戦争後の紀元前478年にロドス島の諸都市はアテナイを中心とするでエロス同盟に加わった。この後紀元前三十一年にはペロポネソス戦争が勃発するがロドス島は デロス同盟の一員ではあったものの中立的な立場を取り続けた。戦争が終わる紀元前404年ペロポネソス戦争でギリシアは疲弊し、それがまた侵略を招くこととなった。紀元前357年にハリカルナッソスのマウソロス王によってロドス島は征服され紀元前340年にはアケメネス朝の支配下に入った。 しかしその後期元前332年に、統制中のアレクサンドロス三世が、ロドス島を、アケメネス朝の支配から解放し、自己の勢力圏の一部とした。ロドス島、アレクサンドロスの死後、後継者問題からその敗下の将軍らによる戦乱が起こり、プトレマイオス一世、セレウコス、アンティゴノスらが帝国を分割した。このいわゆるディアドコイ戦争の間ロドス島は主に、 公益関係を通じて、エジプトによるプトレマイオスと密接な関係にあったが、ロドスの海運力がプトレマイオスに利用されることを嫌ったアンティゴノスは、息子、デメトリオスに軍を引きさせて、ロドスを攻撃させた。これに対して、ロドス側はよく守ってデメトリオスの攻撃をしのぎ切り、翌年後位戦の長期化を望まないアンティゴノスと、プトレマイオス双方が妥協して、 和平協定が成立した。この時デメトリオスの軍が残していった武器を売却して得た収益をもとに、今日、アポロの巨像としてその名を残している太陽神へリオスの彫像が作られた。ロドス島はエジプトのプトレマイオス町との交易の重要な拠点となると同時に、紀元前三世紀の英華界の通称を支配した。海における商業と文化の中心地として発展し、 その貨幣は地中海全域で流通していた。哲学や文学、修辞学の有名な学府もあった。紀元前190年、セレウコス長の攻撃を受けるもこれを退りけた。この時の勝利を記念して、英華海北端のサモトラケ島に翼を持った勝利の女神ニー系の像が建てられた。紀元前164年に、ローマ共和国と平和条約を結び、 以後、ローマの貴族たちのための学校としての役割を担うことになる。両者の関係は、当初は、ローマの重要な同盟国として様々な特権が認められていたが、後に、ローマ側によりそれらは剥奪されていき、ガイウス・ユリウス・カエサル死後の戦乱の最中には、カシウスによる侵略を受けとしは略奪された。紀元前後、後に、アウグストゥスの後を継ぎ皇帝となるティベリウスがこの地で、 イントン生活を送ったほか、パウロが訪れキリスト教を伝えた。297年、それまでのローマの同盟国という地位から、その直接統治下に移ったが、ローマ帝国分裂後は、東ローマ帝国領となった。東ローマ領であった1000年の間には、ロドストは様々な軍隊によって繰り返し攻撃された。東ローマ帝国が水亡しつつあった1309年、 ロドストは西洋ハネ騎士団に占領され、ロドスト騎士団と称される。この騎士団の元都市は中世ヨーロッパ風に作り変えられた。騎士団長の居城などのロドストの有名な遺跡の多くはこの時期に造営されたものである。騎士団は島内に堅固な城塞を築き、1444年のエジプトのマムルーク町の攻撃や1480年の オスマン帝国の目フメと二世の攻撃を防いだが、1522年にスレーマン一世の大軍に行為されついに陥落した。騎士団の残った者たちはマルタ島へ移っていった。ロドス島の征服は、オスマン帝国にとっては東地中海の海路の安全、つまりイスタンブールと海路の間の円滑な商品流通に寄与するものであった。その後、1669年に、 ベネツィア共和国支配下のクレタ島がオスマン帝国に征服されたが、その際にはロドス島から軍が送られていた。1912年、トルコ領だったロドス島はイタリアによって占領され、1947年にはドデカネス諸島ともにギリシャに編入された。なお、ここではギリシャとトルコによるロドス島支配の交代に関する多くの出来事は省略している。 ロドス島の歴史は大地震の歴史でもある。下記のロードス島として記録されているものだけではなく、他にギリシャの地震で被害を受けている。ロドスワイン島の経済は観光によって成り立っており、産業部門の中でサービス業が最も発達している。ロドス島はワイン生産地域の一つである。ギリシャの原産地名称保護制度によって、ロドスワインは 最上級の OPAP に甘口ワインのマスカット・オブ・ロドスは OPE に指定され、厳しい基準によって名称が管理されている。工業は小規模で、地元での消費のために輸入した材料を加工する程度である。この他島の産業には農業、牧畜業、漁業がある。島で最も優勢な宗教はギリシャ正教会である。少数派ではあるが、 ローマカトリックの存在も顕著である。カトリックの信徒の多くは、この島がギリシャ領になった後も島に残ったイタリア人の末裔である。このほかオスマン帝国時代からの名残として、ムスリムのマイノリティもいる。島のユダヤ人コミュニティは、西暦一世紀に遡る歴史を持つ。1557年に建設されたカハルシャロームは、ギリシャ最古のシナゴーグであり、現在も、 旧市街のユダヤ人街にある。ユダヤ人たちの活動のピークであった1920年代には、ロドスの街の3分の1までが、ユダヤ人であった。1940年代には、様々な民族的背景を持つ2000人ほどのユダヤ人がいたが、ドイツによるホロコーストによってそのほとんどが移送、殺害された。第二次世界大戦後、カハルシャロームは、 海外の支援者の手によって再建されたが、島に普段暮らすユダヤ人は少ないため、定期的な宗教行事は行われていない。ロドス市は南エーゲ地方ロドス県に属する基礎自治体である。ロドス市はロドス島全域を市域とする。現在のロドス市はカリクラティス改革に伴い、ロドス市など10の自治体が合併して発足した。旧自治体は、 新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。面積の単位は経平方メートル。人口は2001年国勢調査時点。ロドス島には3つの飛行場がある。民間で用いているのはロドス国際空港1つのみで、残る2つは軍用である。ロドス国際空港はロドスの町から南西へ。 約 19km に位置する。古代オリンピックで活躍した格闘選手、ロドスのディアゴラスにちなみ、ディアゴラス空港の愛称が付けられている。ロドス島は国際アイランドゲームズ協会に加盟しており、同協会が2年に一度開催するアイランドゲームズに代表を送っている。2007年にはロドス島でアイランドゲームズが開催された。ありがとうございます。